Teo McDohl-sama, ekken no junbi ga totonoimashita. Kochira e douzo. Sa, ikou ka, Tir. Hai, Tō-san. Sonna ni kinchō suru na. Heika wa kibishii kata da ga, osoreru hitsuyō wa nai.帝国軍大将軍テオ・マクドール様、その御子息キル・マクドール様、皇帝陛下との謁見のためご入室いたします。おお、テオ、変わりはないか。皇帝陛下、ウィンディ様にはご機嫌麗しゅ、陛下と共に戦った継承戦争の頃と同じく、我が剣、我が軍に衰えはございません。頼もしい言葉だ。そうは思わんか、ウィンディ。ええ、陛下。ところで、そちらの可愛らしい坊ちゃんは？ティル、ティル・マクドールです。14歳になりました。まだやんちゃ坊主ですが、そろそろ陛下のお役に立ってもよいかと思い、同行させました。そうか。ティルよ、ちょうどこの得体に欠員が出たところだ。父と共にこの帝国に力を貸してもらえるか。はい、必ずや陛下のご期待にお応えします。結構深い森だね。テト、グレミオ、パン、気をつけて。坊ちゃんのこの得体としての初めての任務が、星見の結果をもらいに行くだけとはね。これじゃ、ただのお使いじゃないか。もっとこう、血のたぎるような、熱い任務の方が。何を言うんですか、パンさん。星見は帝国の未来を占う大切なもの、立派な任務です。それに、これなら坊ちゃんが、お怪我をされる心配もありませんしね。グレミオさん。たとえどんな任務だって、俺がティルを守ってやるから心配いらないよ。なんだって、ティルは俺の親友だからな。テオ様に拾ってもらった恩返しにもなるしさ。な、ティル、どこでも一緒に連れてってくれよ。一生のお願いだよ。また出た、テッドの一生のお願い。それ今度で何度目？細かいこと一個なし。テッド君、いいですか？坊ちゃんが小さな頃からずっとお育てして、お守りしてきたのはこのグレミオです。坊ちゃんは私がお守りするんです。待て待て、留守中のテオ様に代わって坊ちゃんをお守りするのはこの俺だ。グレミオです。俺だってなあ、ティル。いや、俺だ。いい加減にしろ。みんなで守ればいい話だろう。だっけ、本当にうちの男どもは考え事もできやしない。考え事？ちょっとな。テオ様の出生のことで気になる噂を聞いたんだ。テオ様の？今回は国境の守りに出向かれたんですよね、確か。ま、どうせただの噂だ。気にしないでくれ。それにしてもさ、星見をしてる魔術師レックナート様って王宮からの依頼があるほどすごい方なのに、どうしてこんな寂しい場所に住んでるんだろう。魔術師とか学者ってのはそういうもんだぜ。部屋んこもって考えるのがお仕事だからな。人がいると気が散って集中できないんだぜ。はあ、テッドって僕と同じ年なのにいろんなこと知ってるよね。そりゃお前、俺はあちこちを300年。300年？いや、なんでもねえよ。見えてきたぞ。坊ちゃん、あの塔じゃないですか？わあ、高い。あそこからなら確かに星も見下ろせそうだ。だけどあちこち傷んで今にも崩れそうだな。ちゃんと手入れしろっての。悪かったね。うわあ、びっくりした。なんだよお前、俺の後ろに急に現れやがって。あそこには
レックナート様と僕しか住んでないんだ。だから人手不足でね。なんなら君たち労働していく？ただだけど。あ、いや、結構。今のは風の紋章の魔法、テレポート？君みたいな少年がそんな力を使えるなんて。君たち帝国の人間と同じレベルで見ないでくれる？僕はルック、レックナート様の一番弟子さ。で、この得体のティルってのはどいつ？僕です。君がね。来なよ、レックナート様がお待ちだ。それにちょっと話があるってさ。僕に話？ようこそ、お待ちしておりました、ティル・マクドール。これが星見の結果です。お受け取りください。ありがとうございます。よかった、これで初めての任務を無事に果たすことができます。あの、それで僕にお話って？お聞きなさい、ティル。私は星の流れを見て、そこに未来を読み取るのが仕事です。しかし未来とは定められたものではありません。私にわかるのはその大きな流れだけ。まだ若いあなたには辛いことかもしれませんが、あなたはその大きな流れの中で厳しい運命を背負わされています。それは辛い選択であったり、癒されることのない悲しみであるかもしれません。僕がですか？忘れないでください。あなたの未来はあなたの手の中にあります。何があっても自分が正しいと思う道を選び取るのですよ。そして自分の選択を信じるのです。私は遠くからあなたの行く末を見守っています。はい、ありがとうございます。では失礼します。いかがでしたか、レックナート様。まさかあんなに若い少年だとは。運命とは残酷なものです。ですが、星はもう動き出している。やがて大きな戦が地上を覆い、108の星たちが集まるでしょう。天界星の粛清を背負う少年、ティル・マクドールのもと。天界星、あいつはね、